ミスコントンです。今回ですね、負けたら即アカウント削除第6弾ということで、なんかねスリルが足らんなとか言ってんだよ。まあまあわかるけど、まあ637連勝ね、今めちゃめちゃやってる。今何気にねこいつも449連勝してるということで、まあもうトップ2、はい、負け作トップ2の我らが、まあだいぶちょっと余裕ぶっこいてるなと。まあでもね全然調子乗らないです。はい、ここで調子乗るのは二流で、まあ負けたら即アカウント削除で、一番大事なのが、まあ負ける要因を減らすことなんですよね、結局。で、今回某ね、はい、何回死んだかお前のウルトで。でも今回ね、多分、パワー足りてないんですよね。スタッパが持ってないのかな。なんでこの地雷、引っかかっても気絶しないと。気絶しない某の地雷は、まあまあギリ許せます。なんで、今回8ビット。こいつが一番悪。これダメージ 50% 上昇なんで、このエリアに踏んでるエリザベスが、スツーワンパンして、で某の地雷でなんかダリルとかがダメージ食らってみたいな、まあ最悪の状況が起こり得るんで、ちょっと一旦今回は8ビットケアしながら、で8ビットのウルトの周期、そろそろウルト溜まるとか、地雷どこにある、まあ、先に解除しとくとか、もうそういうことしといて、もう徹底的に破壊して、でまあ8ビットウルトゼロ、はいはいはい、あいいねいいね。いやそこ出ないで、怖い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 、もうこれスツーが、まあでもスツーなんで今回某の地雷も結構避けやすいし、でエリザベスの弾食らってもまあまあ一撃 KO とかじゃない限りまあ大丈夫でしょうと。さあ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 、まあちょっとなんかめちゃめちゃ死んでるけど、でもう一回ちょっと集中しようか、一旦集中させてください。でこの負けたらアカウント削除、もうこいつらね多分もう6赤目とか5赤目なんですよ。でそういうやつらってもうね勝ちが確定した状態で、あの初心者ね、なんかもう真ん中いんのよ最後の最後で、なんかえお前そこ死ぬみたいな。で死ぬんやけど、見てめっちゃ下がってるやんこいつ。これがねもう違いなんですよ。5アカ目以降死んだやつはケアがちゃんとできてる。偉いね。なんか入力最初30秒くらい動かなくても分かってそう。絶対やらんよ俺はもうね誓ってんのよ。1000連勝するまではこの企画やめたくないし、ふざけない、これ一番大事だから。もう調子乗って死んでるやつ何人いたか、1ミリたりとも油断はしない。さあ続きまして、ゲイルとモーティスか。まあまあまあ、モーティスは本当に怖いから、このキャラクター。ハイパーチャージ持ったモーティスが来た時あったんですよね。怯えたねあれは、震えたねあれは。もう最強キャラクターやもん、ハイチャモチモーティスは。まあケンジとかも、まあ、たまにいるんですけど、まあスタパ持ってないとかガジェット持ってないとかたまにいるんですよね。まあそういうの怖くない。でもう玄関強、かなり強いキャラクターなんですけど、まあウルトの打ち方が下手くそとか、まあウルトで突進してくるだけみたいな。もうねちょっと使い方難しいんですよ。ハイパーチャージモーティス、あれはハイパーチャージを打ってウルトを打つだけで強いのよ。であとオートエイムだけで強いの、あれは初心者でもぶっ殺していくんだよ。それを乗り越えた時俺はもう負けないと思ったよね。さすがにこの山を乗り越えた俺はもう強いぞと。いやー安全に行きたい、安全に行きたい。で今回味方もね、もうスツーがもうまずパワー10の時点、スターパー持ってる時点でかなり偉い。あの負けたら即アカウント削除ね、パワー低くなっちゃうんですよ。まあ、課金しないとあのパワー9持ってけないんで、だから安全に、まあ、俺は死んでもいいや。でここでモーティスのウルト使ってくれるのはちょっとだけありがたい。ウルト持ってるモーティスが怖すぎるから普通に。でスツーは、モーティスから逃げれると。でそこのゲイウルト使ってんのは熱いね。あーしゃあしゃあしゃ、逃げろ逃げろ逃げろ、一旦ね。そうそうそう、あの慌てない慌てない、いつか敵は死ぬから、いつか敵を俺たちが倒すから、なんかミッドがわざわざ敵を倒す必要がないのよ。ミッドはゆっくりそのベッドで寝といてって、ゆっくりゆっくりしといて。あーこれちょっと俺が上から挟んだら、あーしゃあしゃし勝ったな。ふぅ、モーティスは毎回緊張します。さあ647連勝だいぶ来たんじゃない。もうね幸せよ俺は、ここまで来れて。こっからよ、こっからどんどん記録伸ばしていくよ。さあどんどんアンロックして、であとね、まあもしね味方がミッドしてて味方が死んだ時怖いのよな。なんかもう人間不信になりそうやん。自分が死んじゃうと、あなんかもうやらかしたみたいな感じになるけど、この企画で味方をミッドを任すってこれすごい勇気いるんですよね。よほど信頼してるからなお前のこと。さあぶっ飛びパンジー、まあこれミッド、まあわかんないけど、もうミッドが2匹やもん。ミッドが2匹やし、
まあこれ敵の編成的にワンチャンがねあんまりないんですよね。まあ例えば、まあ、さっきのモーティスが怖いじゃないですか。まあでもマンディだけかな、本当にマンディだけワンチャン持ってくる。でうちの編成ねちょっとパワー低いんですよ。俺パワー5やし、この負け作さんもでパワー5なんで、まあでもミッドがパワー7なんで、まあ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 、まあちょっと怖いけど、マンディだけ気をつけましょうって感じなんですけど、まあ別に怪しくはないもんな。全然ほらもうなんかシェリーの裏取りとかも全然警戒できてないし、うんうんうん、いただいたかなこれは、さすがに。でタラもね、まずい、逆転された、ミッド死んだってなってもウルトで吸ったら全然なんとかなるんで、だから俺がウルト使うときはあのウルト回収できるとき、こういうところで3人吸ってウルトもう一回打てる状態だから、常に俺はウルトを打てる状態にしておくわけ。もうこれは負けない。これはいただきます。だからマンディだけ、マンディだけ本当に怖い。まあ、最後の最後まで分かんないんでね、まあ、いつ死ぬか分かんないっていう、この負けたら即アカウントさ、ウルト打つ、あウルト回収できなかった、ちょっと相性悪いな俺たち、マンディ、あー怖いマジで。まあでもね、マンディはウルトループしない限り一発与えられるんですよ。で一発食らった瞬間味方あのまっすぐ下がってくれるんで、もう下がっていいなこれは。まあこれ下がってジジイかな。まあウルトももう溜まるんで、もうよほど、うおー怖い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 、え、ちょ待って、え、ちょ待って、え、ちょ待って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 、ちょ待って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 、無理無理無理、マジで無理、ちょおいで、エムズおいで、エムズ帰っておいで、早くおいで、悪いことしないから、絶対に何もしないから、おいエムズ帰れ、行きちあげるから、おいクソインケマジで、こいつ早く帰ってこいマジ、こいつもうもう無理、いや格差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 、バケモンみたいやん俺も、なんか一応霊気が大事なんで、え、ちょっと終わった、終わったのか俺は、俺は終わったのか、負けたら即アカウント削除、え、650連勝トロ8040、相方2人と共に、ちったマジか、まあ、反省することはいろいろある、いろいろあるけど、ちょもうかける言葉が見つかんないもん。またな。うわマジか、ちょっと。まあいろいろあった。俺がなんか変なとこで目拾ったり、ウルトの噛み合いがちょっと悪かったり、ウルトが出なかったり、いろいろあったけど。まあこのクラブ、いけるか。いやー、まあ、正直ね、ブロサ6年ぐらいやって。今までで一番おもろかった。もうただただひたすら鼓動が高鳴って高ぶって焦り緊張し、そして最後にはもう解放されたね、この負けたらそうかアカウント削除というものから。俺はもう呪われてたみたいだ。ここに今たたりが終わった、目が覚めたよブロスター。